まあ、ちなみにですね、まあ、銀座の地下っていうのはもうすでにバブルを超えている。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はヒューリックですね、株価の今後はということでやっていきたいと思います。はい、結論は上がるという結論を出しています。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、まあ、ヒューリックをですね、まあ、投資家目線で投資対象として見た場合、配当は高いですと、で株価は割安だということなので、まあ、買い増しを続けながら長期的に着実な資産形成をしていきたい、まあ、バリュー投資家にとっては、まあ、魅力的な投資対象の一つというふうに見ています。はい、なおということで、まあ、今後の株価に関してはですね、まあ、ヒューリックの、まあ、今後の成長っていうのを考える必要がありますということですね。はい、では改めてということで、まあ、ヒューリックのビジネスモデルを確認していくと、まあ、ヒューリックは不動産開発会社なので、まずは土地を仕入れるということをやるということですよね。で、仕入れることができた土地に対してですね、まあ、既存の建物が建っているということであれば、その建物を新しく建て替えるということをするわけですね。で、新しく建て替えたということは前の不動産よりも価値が上がってますので、まあ、高付加価値物件として貸すもしくは売るということをやるということですよね。だから土地を仕入れて土地を売るっていう、まあ、そういうシンプルなビジネスモデルなんですけど、途中でですね、建物を新しく建て替えて高付加価値物件にしてからもう一回誰かに貸すもしくは売るということをやっているということです。はい、で、まあ、ヒューリックの最大資産っていうのは土地だということです。はい、まあ、帳簿上でですね、まあ、ヒューリックは 2.3 兆円ぐらい総資産があるんですけど、その総資産 2.3 兆円のうちの約6割 1.3 兆円は土地が資産になっているということですね。だから、まあ、ヒューリックは単純に、まあ、母価で帳簿上の価格だけで 1.3 兆円の土地というのを持っているということです。はい、ではどこの土地を 1.3 兆円分持っているのかということなんですけど、特にですね、東京の中心5区に関する不動産を中心にですね、まあ、約 1.3 兆円の不動産と土地というのを持っているということです。はい、まあ、山手線周辺ということですね、まあ、中央区、千代田区、港区、新宿区、渋谷区を中心とした、まあ、5区をですね中心に、まあ、土地を持っているということです。はい、まあ、ちなみに東京の人口っていうのは、まあ、長い目で見た場合はですね、まあ、年 4.1% 増加をしているということで、まあ、1400万人を超えましたということですね。まあ、今見ていただいているグラフはですね、まあ、明治5年からのグラフということになりますので、まあ、かなり長期のグラフということになります。はい、で途中で1回ですね、まあ、東京の人口がガンと減っているところがあるんですけど、これは戦争です。はい、1941年から45年の太平洋戦争の間ですね、まあ、東京から地方に対して集団疎開が行われたということで、1回東京の人口がガンと減ったことが、まあ、1941年から45年の間で起きていますけれども、それ以外は基本的に増加傾向であり、まあね、東京というのはずっとここ直近150年ぐらいは人口が増えてきているということです。まあ、年換算でいけば 4.1% 増加で、まあ、1400万人を超えましたということですね。はい、そしてまあヒューリックが保有している東京中心5区に限定した場合はですね、まあ、人口はどんな感じかっていうことなんですけど、まあ、一番増加率が低い港区で 7.2% ですね。まあ、逆に銀座がある一番人口増加率が高いのは中央区ということで、まあ、ここは 19.9% 人口が増えているということです。だから東京全体で見ると 4.1% 人口が増えてますと。でもヒューリックはですね、まあ、特に5区っていうのを中心にやっていますので、まあ、一番低い港区でもまあ年 7.2% 人口が増えてるし、まあ、銀座がある中央区に関してはもう年 19.9% という形でまあ増えているということですね。はい、まあ、しかもまあヒューリックは東京中心5区の中でもさらに地域を絞って4地域を重点エリアというふうに指定しています。はい、ヒューリックにおいてですね、まあ、重点エリアってどこなのかっていうと、中央区の中でも銀座ということですね。はい、多数の高級ブランド店を要する日本ナンバーワンの商業エリアとして今後も高い賃料が見込めるということですね。あとは新宿区の中でも新宿区東口ですね、まあ、要するに駅の東口周辺ということです。はい、乗降者数世界ナンバーワンのターミナル
駅として、まあ、今後も商業エリアとして発展が期待されるということですね。あとはまあ渋谷区の中で、まあ、渋谷青山ということで、まあ、大規模開発や IT 企業の集積に加え、原宿表参道への回遊性もあり成長が見込めるということですね。あとはまあ浅草ということで、まあ、国内外の観光客から人気が高く、まあ、今後も文化観光拠点として発展が見込めるということで、まあ、5区の中でもさらにこの4地域というのをすごく重点エリアというふうに指定しているということです、はい、まさにやらないことを決めるのが経営ということですね、はい。まあ、ヒューリックは日本の上場企業には珍しく何をやらないかという明確な戦略ですね、やらないこと、略することっていうのを決めている会社だということです、はい。すなわち、まあ、海外はやらない、マンションもやらない、地方もやらないということですね、まあ、ちなみに海外とマンションをなんでやらないのかっていうことなんですけど、それはですね、まあ、ヒューリックよりももっと大手ですねの不動産開発会社、まあ、具体的には三井不動産とか三菱地所とか、まあ、ああいう超大手の不動産開発会社と競合してしまうということで、まあ、海外の不動産をやらない、あとはマンションですね、まあ、例えば分譲とかっていうのをやらないというふうに決めているということです、まあ、ヒューリックに関してはですね、まあ、マンションはやらないで、どっちかって言ったらビルですよね、まあ、商業ビルっていうことで、まあ、中小企業とか企業がですね、まあ、結局借りてくれるような、そういう賃貸ビル中心でやるということですね。だからまあ実際はマンションとか分譲マンションっていうのは非常に利益率が高いビジネスなんですけど、あえてそれをやらないというふうに決めているということです、はい。まあ、逆にやるのは、まあ、東京の中心5区、特に4エリアのですね、まあ、ビル賃貸もしくはビルの売却というのをやるというふうに決めているということです、はい。そして目標はですね、まあ、4エリアだけで 50% にしていきたいと、まあ、自分たちが持っている不動産っていうのがですね、まあ、1.3 兆円あるわけですけど、その 1.3 兆円のうちの 38% が、まあ、結局重点4エリアだということですよね。それを、まあ、2029年の時点ではですね、まず土地ですね、土地を 1.3 兆円を3兆円まで増やしていきながら、なおかつ重点4エリアだけで 50% っていう、まあ、そういう土地の資産形成にしていきたいというふうに、まあ、すごく明確な戦略っていうのを、まあ、持っているということですね。だから、まあ、土地を 1.3 兆円から3兆円に、まあ、増やしていきながら、なおかつその割合も4地域に、もっともっと寄せていくと、絞っていくという、ことを、まあ、打ち出しているということです、はい。なのでまあ、ヒューリックが今後も伸びるかどうかっていうのを考えるときは、まあ、シンプルにですね、まあ、東京重点エリアの4地域ですよね、まあ、銀座とか浅草とかですね、まあ、新宿の東口だとか、もしくは渋谷青山とか、まあ、こういった4地域が、まあ、これからも伸びると思うかどうかっていうふうに考えればいいということです、まあ、そうすればまあ伸びるということですよね、まあ、少なくても土地の価格、地価が上昇傾向の間は伸びるということです、まあ、日本は総人口自体は減少傾向なんですけれども、東京はちょっと別なんですよね、まあ、だから47都道府県の中でも東京は別だということです。だから日本全体の土地って考えるとこれは厳しいというふうに思うんですけど、東京っていうふうに限定すればまあ伸びるということですよね、まあ、しかもヒューリックの場合は東京の中でもさらに5の5つの区であり、さらにその中の4エリアをまあ自分たちが持ってる資産の 50% にしていきたいというふうに考えているわけなので、まあ、そう考えるともうね、土地の価格上昇、土地の価格が上昇傾向の間は、まあ、伸びるというふうに考えるのが素直だというふうに思っています、まあ、ちなみにですね、まあ、銀座の地価っていうのはもうすでにバブルを超えているということです、はい。不動産バブルっていうのが、まあ、1991年ということなんですけど、まあ、そこからですね、まあ、銀座の土地の価格っていうのははっきり言ったら下がりすぎたわけですね。だから、まあ、バブルが高すぎたかどうかはともかくとして、バブル崩壊の後、まあ、土地の価格、地価は、まあ、銀座に関して言うと明らかに下がりすぎたということです。なので、まあ、2001年以降の、まあ、20年間で基本的には右肩上がり傾向で、まあ、この動画を撮ってる時点ではもう土地の価格、銀座の土地の価格っていうのはあの1991年のバブル期よりも高い地価になっているということですね。はい。よって、まあ、ヒューリックの今後の株価はですね、まあ、1077円から1686円まで上がるというふうに予想しています。はい。ということで、今回はヒューリック株価の今後はということで考えたんですけれども、結論は上がるという結論を出しています。はい。もし今回の動画がですね、あなたの役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、あとメルマガ登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。はい。あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。今後。